温室だからね。もちろん、はい、大丈夫です。はいはい。はい、どうぞどうぞ。すごい。うわすごい。ポトス、ポトス、ポトスですね。そりゃ、ね、そうですけど、はいはい、すごい。ポトス屋ですね。すごい。もう、ポトスは父親の代からで、もう60年ポトス観葉植物栽培 ここでやってますね。すごい。で私が41年目ですね。はい、すごいね。41年。うん。もうでもう22からやってるんですけど、22の時にもうパステルシャワーって今まだちゃんとした品種には仕上がってないんですけど、はい、でそれを22の時に見つけて、でそこから結構もう僕が沼にはまったっていうか、で育種面白いなっていうことで、はい、でやり始めたらどうでしょうね、2、3年で3、4品種一気に見つかったんですよ。ビーナス、カーニバル、うん、なんだったっけな、ファンファーレ、はい、あと花、そのあたりが3、4年で一気にこうできちゃったんで、あ、これは向いてるかなと思ってでやり始めたんですけど、はい、で今はもう、ね、今逆に去年一昨年ぐらいからもう絶好調で、新しいのがよく見えてしょうがないんですよ、うん、だからもう今やっぱ過去の経験から見つかるときは見つかるし、もうダメなときは絶対どうあがいてもダメなんで、じゃあ今は調子いいから、はい、もう今のうちにやるしかない寿命もだんだん短くなりますしねはいはい、で今ちょっと絶好調で、まあ他のこと全部もう休みは全部育種みたいな感じで、今やってますね。こんな感じで、こんな感じなんですね。葉脈が切れてね、綺麗ですね。で夏は少しちょっと弱いかなっていうところあるんですけど、まあなんとかまあ室内で消費者の方が、はい、管理されるにはもう全然葉焼けとか問題ないので、すごい揃えやすい。シャスはどっからの、これはマーブルクイーンから作る。マーブルクイーンからの直接の、そうです、これは直で直の、そうですね、作りましたね。綺麗よね、すごい。これは色明るくてすごい可愛い、いいでしょう、うん。まあ、こういうなんかちょっとくすんだような感じのものがちょっと今多いんですけど、まあちょっと今そういうのがよく見つかるんで、まあ徹底的にやっちゃおうかなと、そんな感じで思ってます。はい、いいですか。はい、いいです、ありがとうございます。まあ珍しいもいっぱいあるからね。そうですよね。でこれこの間もノコズさんにもお買い上げいただいたんですけど、はい、テルノラブソングですね、はい、これはシャングリラ、まあ皆さん多分ご存知だと思うんですけど、はい、緑色の無地の巻き場 の、うん、シャングリラっていう品種がありまして、はい、でまあそちらのマーブルバージョンみたいなものですね。綺麗、でまあこちらの方もね、まあシャングリラからすぐこういうのってたまに出るんですよ。マーブル系っていうのは出るんですけど、ね、夏までは大丈夫なんですよ、はい、だけど今ちょうどこの時期ですね、ちょっと涼しい、気温が下がった、夜温が下がった頃に夏バテで腐ってしまうんですね。へえ、すごいなんかね、だからこれシャングリラからマーブル出るよね、それ増やせばいいよねって思ってると大間違いで、はいはい、ああ、そんな簡単にはいかないですね。いかなかったですね。でまあ、確かに綺麗なんで、うん、まあ、そういったものを見つけるたびに挿し木して親木にして、うん、ずっとある程度100鉢ぐらいまで増やしたんですね。だけどやっぱりみんな夏すぎて、秋になるとみんな腐ってしまう、へえ、でもう全然それじゃ商売にならないし、はい、まあ、買っていただいたお客さんもがっかりさせちゃいけないん で、うん、そうですね、で思い切ってね100鉢ぐらいまで増やしたんですけど、うん、夏越えて秋につるがたまたま 2、3 本、はいはいはい、全然なんですかね、障害受けてなくて、うん、すごい健康な形で夏越したつるが2本か3本あったんですよ。でその2本か3本を親木にして、あと全部100鉢捨てたんですよ、うん、でやり直したんですね。だからそれまでに多分6、7年かけて増やしたんですけど、すごい、でそれで一気につる 2、3本取って、あとも全部入って、でその 2、3本からやっぱり選んだらあとは良かったです、でだけどまあ 2、3本に減らしちゃったん でそれからもう年数がやっぱり増やすのにかかるじゃないですか。これじゃあその 2、3本からできた子たち、そうです、その、子孫です。すごいですね。もうそうでないと、それは時間かかりますよね。いたずらに相当安定した品種ですよね、なりましたね。ですよね、なりました。すごい、はい、前はダメだったんですよ、前はダメだったんだけど、なんとか気合で執念、すごい、で
新しいとこばっか見せましょうか。でこれあのテルモキャストってあのこれちょっとなかなかね増やせなくてごめんなさいって、あのテルノカーニバルっていう品種の、あ、ごめんなさいね、はい、マーブルクイーンなんですね、こんな感じでね。でもっとあのベタッと あのカーニバルが入ったりもするんですけど、それもまたあの味があっていいかなっていう感じで、やっぱマーブル系の方が増殖しにくい、しにくい、伸びにくい、伸びにくい代わりにバラつきが大きいんですね、塀が大きいから。だから新しいも作るには、あまりにも安定したライムだとか、あのゴールデンから新しいものを突然作ろうと思っても、まあ、できないんですよ、だからあのなんかたまにマーブルばっかつや力入れてるって言われるんですけど、マーブルクイーンっていうかばらつきが大きな塀の大きなものじゃないと、新しいものが生まれてこないんですよ。でまたあのやっぱりさすが40年やらせてもらってるんで、はい、あのばらついた後のこうの何ですかね、系統選抜みたいなのはやっぱり慣れてるんで、まあとりあえずばらつかせてしまえっていう、でばらついた中からこうピックアップしてくれる感じで、ちょっと手間は手間なんで、まあ、ますか。でもそれしかないそれしかやりようがないんですよ、花がつかないんで。で最近わーわー僕が言ってるだけだけど、ゴールドクイーンっていうあのこれもマーブルクイーンから作ったんですけど、あの1年中ね、あの白が出ないんですよ、なんかあのね、あの変わってるっていうか変わりもんなんで、マーブルクイーンの白を抜きたくて、白くないマーブルクイーンがすごいですね、で作ってってやっとできましたね。強いです、かわいい、はい、夏も全然傷まないですし、生育もいいですね。で揃いもいいですか、はい、これテルのゴールドクイーンって言います。最新品種で、まだこれ今親鉢が2つ、はい、で今これちょっと違いますけど、挿し木したのが、これだけですね、 1,2,3,4,5,6 鉢、これみんなでもほらあの芽ようやく出たんですけど、あほらこれね、あかわいい、ちゃんとゴールドクイーンのこの形質持ってるでしょ、うんうん、はい、ちっちゃいのに綺麗な、ですからもうあとは増やすだけになるのかなって。まあ、ついでに取ってもらったんで今またやりかけてるんですけど、テルのシャララっていう品種、シャララ、また後であのお見せしますけどお名前つけるの上手ですよね。そうですね、まあ、あのビール飲みながらこれかなって、でこれがねあのシャララなんですよ、このちょっと白抜いたような感じのマーブル、細葉のね、細葉ですね、テルノファンファーレっていうマーブルクイーンの細葉を作って、でそこから白を抜いてってシャララ作ったんですけど、細葉をね白抜いてるよね、抜いてるよね、意外とかかりますね。すごい。でそこからまたあの白に戻っちゃったんですよ、だからこの戻ったのがあの先祖返りって言って、テルノファンファーレに戻ればいいんですけど、すごく葉っぱが小さくて、可愛らしいですね。でじゃあ刺してみようということで刺したのがこの2鉢、そうですね、まだこれだけですよ。ただこれは弱くて消えてしまう可能性はあるんですけど、まあこんな感じで、まあ今のところは順調にいってますね。あ、ゴールドジャック、あ、綺麗、あら本当だ、これちょっともうちょっと肥料が塗るともっと色が濃くなるんですけど、パクッとした感じの、ジャックにあの夏っていうのはちょっと黄粉が入ることは、黄色い粉が入ることはあるんですけど、これはもう明らかに斑入りなんですね、まあこれ全体取ってもらって、かわいい、なんか、ね、なんか半巻きで面白いというか、かわいいですね。うそうですね、かな、僕ばか喋りすぎるないやいや、メインです、いや、おしゃべりなんでメインですからしょうがない、これはゴールデンの、いや、これはあのジャックって言いまして、これはあのね、シャングリラですね、あ、あのすごい緑で、キリキリに巻いたシャングリラから、はいはいはい、このジャックって言うの、これ、あ、そっか、はい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 、あ、ジャックね、テルノジャック、これはあの半巻きであのちょっと緑が濃い、これちょっと肥料あの切れてて葉っぱちっちゃいですけど、本当は大きい葉っぱですね、こんな感じね。でたまにこうやって黄色のアフは夏入ったりするんですけど、まあ明らかに入り方が違うでしょ、うん、ね、ちょっと親木なんで伸びちゃってますけど、でもいいでしょシルエットが、これシャングリラですね、これ意外とね、あのこんな感じで垂らすとね、またいいんですよ、あの巻き場でね、すごい、へーとすごいしか出ないですね、かなり綺麗、オブジェっぽくない、そうですね、なんか本当にポトスですかっていうぐらい、はい、
やっぱ昔なんかちょっとあのロビンだとかカーニバルだっていう品種を作ってた時に、うん、まあ、やっぱり一番の人にあちょっと色が違うだけねって言われて、うん、そうですよね、形違いそうだったあるかいって感じですよね確かに作ったか分からない、まあ、ここまであの形が変わればまあ面白ないかなそうですねすごい、やりますで順番はバラバラになりますが、はい、あ、これ一番多分皆さんあの気になってると思うんですよ、はい、ちょっと鉢汚いですおやぎで、あのテルノグレース、あのラシャバあるじゃないですか、あのリンダとか、うん、はい、あのバンピーだとか、それのマーブルバージョンで、今ねちょっとあ夏なんであのラシャちょっと出てないですけど、もうあの今ちょっとラシャ入り始めたんで、まだ今からあの極端あのすごく強く出ますから、まあ、こういった感じがラシャバですね。ちょっとあれの勉強不足なんですけど、ザラザラですね、夏はあまり出ないんですか、はい、そうなんです。ね、7月の頭ぐらいまではラシャなんとか出せるんですけど、まあ、8月9月がちょっとつるんとした葉っぱがあの出てきちゃいますね。まあ、でもそれをねあのやっぱり勘違いして先祖返りしたって思われる方がいて、でリンダが先祖返りしましたってよく聞くんですけど、もう少し待って11月ぐらいになって出てきた葉っぱ見てくださいって、そうなんですね、めったに先祖返りはしないんでラシャは。ですから、まあ、素晴らしい。あとねこのマーブル系の方がさらにリンダよりラシャでいる時間が長い、期間が長いっていうか、1ヶ月ぐらいちょっとあのつるんとした葉っぱが出るんですけど、もうすぐま、もうあの今現にもうラシャ入ってきてるやつ入ってきてるんでね、あとはもう極端に強く。ラシャってなんで出るんですかね。別にポトス、まあ、モスとかでもまあたまに。ああラシャバね、なんでやろう、ね。やっぱりね、なんかそういう変異するパターンってあると思うんですよ。まあそうですよね。風なのか。だからあのポトスにこの不入りのパターンがなくても、他のそういったあの何ですかね、あの里芋科のああまあそうですね。ものつる性のものでそういった変異が出てれば、ポトスにも出る可能性はあるのかなって思って。そういう目で一応見てますね。ねええ、まあ、それを選抜してる人が、はい、多分伊藤さんしかいない。そのラシャバそんな聞いたことないから。ないですよね。見つけれない。そうそう、ね、ラシャバと牧場はやっぱうちの。ですよね。普通は多分外れていくもんやけど、うん、それを選抜してオリジナルの品種までやっぱ持っていくっていうのが、そうですね。固定してしまったんで。ね、そうですよね。まあ、そこは良かったんですかね。エスプリっていう品種？エスプリ。はい。いっぱいあるんですよね。これがライムからライムのねすごく強いライム、はい、ライムポトスって昔のイメージだと、はい、どうしても葉焼けに弱い、あとなんていうんですかね、あの伸びが遅いゴールデンに比べると、はい、だからライムは弱いっていうイメージがすごく強くて、はい、で最初にお話したんですけど、量産するようになったじゃないですか、ポトスの苗、で親木が大量に必要になって、でやっぱり親木作っててもゴールデンと比べるとライムっていうのは生育が遅いんですね。だからまあ強いライムが、伸びのいいライムが作りたいっていうことで、でライムのどうでしょうね、5、600鉢ぐらいはあったと思うんですけど、でその中でずっと伸ばしておいて、とにかく一番よく伸びたつるで、そのつるだけカットして、でそれでまた別にして親木を作って、でそのスペースをでまた何て言うんですかね、また伸ばしておいて、でその中からつる一本だけ、その年で一番伸びたつるだけをまた取って、でその選抜を10年繰り返したんですよ。すごい。そしたらね、やっぱりね伸びるようになるんですよ。で伸びるようになって、あと葉っぱもねちょっと分厚くなって、ちょっとゴワゴワした感じだけど、すごいなんか強いライムが出来上がったんですよ。よし、これでこれを元にうちはライム作っていこうと思って、でそれを増やし始めたら、そしたら葉っぱの裏に、まあこれはちょっと違うんですけど、こういうふうに裏の突起ですね、吸盤みたいな突起がこうやって出るようになったんですね。でこれはまあ斑が入ってますけど、斑がなくてライムカラーのこういう突起の裏の突起が入ったのは、はい、シャンゼリゼ、テルノシャンゼリゼっていう名前で販売しました、はい、でそのテルノシャンゼリゼも割と評判良くて、たくさん作ったもんですから、はい、でその中からまた斑入りの枝が出てきまして、ですからライムからテルノシャンゼリゼ、テルノシャンゼリゼから斑入りの
テルのエスプリができた、ね、まあうちにとうちのライムでは今一番これ進化した形ですね。はい、これ失礼します。まだ未発表なんだけど、未発表ちょっと早けいいですよ。あ、写していいですか。はい、はい、これね、テルのマドン、テルのマドンナっていう、いや、かわいい、マドンナ、これちょっと夏の間ね、こう葉焼けしちゃうのがちょっとたまに傷なんですけど、もう今の季節になれば大丈夫なんで、ちょっと夏がね、今年でも去年でも暑すぎるんですよ。そうですね、だいぶ暑すぎる。ただお客様が、はい、室内で鑑賞される分には、うんうんうん、全然環境が違うんで、はい、暑さは気にしなくていいと思います。テルノロビンっていう品種から、はい、まあこれと同じ色なんですけど、はい、作った品種で、葉っぱがちっちゃいんですね。あ、まあ、Y 製品種なんです、はい、ロビンの Y 製品種がテルノマドンナですね。はい、できたら母の日とかあの辺にちょっとうちの母の日商材でちょっとこの品種を売ってみたいなと。色味もこのぐらいの色味。そうですね、冬になるとちょっと緑が強くなってしまうんですけど、母の日前ぐらいになってくるとまたこの色が新しく出てくるので、可愛らしくていいかな。ちょっと Y 製でコンパクトでね、いいのかなと思います。あとはこれがね、まだこれだけしかないんですけど、はい、ケルノラブソングの選抜系なんですけど、はいはい、もう本当に今のラブソング、まあ、こちらに親木がちょっとあって、はい、やっぱりこう緑とかなんか先祖返りするもんもある程度は出るんですね。はい、でこの今販売しているラブソングに関してはやっぱり数が作りたい、うん、まあ、みんな普及版みたいな感じで、はい、ですから伸びのいいものを、うん、を、まあ、中心に選抜かけてるので、はい、伸びは確かにいいです。ただちょっと ふにばらつきが出るんですけど、これはね逆に負が安定したものを徹底的に選抜したんですよ。だから確かに細かいです ね、 そうですね、全然伸びないんですけど、はい、別に腐ったりはしないんですよ。あ、うん、ただ栽培期間が相当かかるもんですから、うん、ちょっと価格がちょっと相当高くなっちゃうかもしれない、ね、相当伸びないというか、そうですね、うん、栽培するのにね、もうちょっと期間がかかりすぎちゃう、うん、弱くはないんで、できることはできるんですけど、うん、ちょっと時間がかかってしまう、うん、まあ、だけどやっぱりせっかくできたんで、やっぱ好きな方は多分欲しいと思うので、うん、そうですね、ちょっと頑張って何年かかっても作ろうかなと思って、うん、でこの辺はね、ちょっと分かりづらいかもわからないけど、はい、クリーム色なんですよ、はい、白じゃなくてラブソングの、うん、これね、はい、テルノプリンセスって言います。あ、かわいい、うん、これももっと本当はもっと綺麗に手入れしてあげなきゃいけないんですけど、うん、まあこんな感じでね、ちょっと強いのが上に乗っちゃうんでね、はい、こんな風に見えちゃうんだけど、こんな感じで、こんな感じが、まあラブソングが白だとすれば、まあクリーム色でちょっとちっちゃいですかね、うん、もうこのプリンセスっていうのも今ちょっと増やしてますね。白卑弥呼とか言って、卑弥呼の夏ちょっと高温でこういう白っぽい色が出るのかな、色抜けするっていうか、でもね葉焼けはしないんですよ。ね、これいいでしょ。これ夏場全然こんだけ色が抜けても全然抜けてない、焼けてないでしょ。はい、うん、で夏場ちょっと本当に、まあ、室内だとちょっと一般家庭だと白が出るか出ないかちょっと微妙なんですけど、うん、まあ、とにかく麩がは綺麗に見える卑弥呼っていう形で、まあ、今ちょっと 2鉢あるんですけど、うん、ここからちょっともっと、ね、白が出やすいものを作ろうかなと思ってます。はい、なんですかね。はい、であと、あ、ここにあるのが、はい、これがね、いいですか。これ、なんだっけ、あ、テルノハピネスって言います。ハピネス。ハピネスっていう名前で、これね、どこがマーブルクイーンと違うかっていうと、うん、ベースになってる緑色がね、明るい緑色なんですね。普通のマーブルクイーンは白が多くても、麩の部分は濃い緑でしょ、うん、うん、これはね、こういう明るい緑、うん、ベースになってる親木が、テルノビーナスって言いまして、
色の明るい、まあ、無地ではないんですけど若干粉が入るんですけど、うん、でそういったテルノビーナス の, あのマーブルバージョンでですの、うん、なのでこの基本の緑がちょっと明るい、うん、これ今ちょっとまだ夏越したばっかりでちょっと色がね濃い方なんですよ。春になるともっと淡い色っていうか、ね、明るいグリーンのマーブルクイーンになりますので、これも来年のそうですね、夏から秋今ぐらいにちょっとテスト販売できればなっていうぐらいまではちょっと来てます。安定はしてます、はい、すごい。リリースまでの基準がすごい高そうですよね、はい、そうですね、こだわりがすごい。ありますね、やっぱり、すぐ戻って先祖返りしたとか、腐っちゃったとか、はい、あまりにも多少は出るんですけど、はい、あまりにも多いとやっぱり嫌です。だからまあテルノのやつはまあ買っても安心だよっていうか、まあ持つよっていう、うん、そのレベルまでは。とにかく花屋さんでダメになったらもう身も蓋もない。そうですね、それでそれだけはまあ最低、うん、必要なのかなと思って育種してます。はい、高島さんちょっとお世話になったんですけど、テルノランコントルっていう品種、こちらなんですけど、これちょっともうまあ、これは似てるかもしれないけど、こんな感じでね、色はちょっと濃いめなんですけど、葉脈が割とこう綺麗に出るタイプなんですね。でこれもやっぱり細葉 の,、はい、タイプなんですけど、テルノアマゾンっていう品種がありまして、はい、でそのテルノアマゾンよりこの何て言うんですかね、麩が年間通して楽しんでいただける、うん、テルノアマゾンどうしても冬の間ちょっと緑が強くなってしまって、はい、麩がちょっと分かりにくくなったりするんですけど、まあ、こちらの方が、まあ、もちろん明るいお部屋に置いていただいての話になりますけど、はいはい、まあ、こちらの方がテルノアマゾンと比較してもこういう葉脈が何ですかね、楽しんでもらう期間が長いですね。はい、これも作りやすい品種ですね。これテルノランコントル、まあ、今年まだテスト販売したばっかりの品種で、まだどうでしょう、ね、5、6、そうですよ、まだね、どうでしょう、100鉢出てないです。そうなんです、うん、国内まだ100鉢出てないですね。ちょっと狭いね。失礼します。でここいら辺は斑入りのライムのテルノカグヤ、カグヤですね。まあ、夏住んだ割にはそんなに傷んでないと思うんですけど、そうですね、綺麗ですね、全部葉焼けが、ね、こんな感じで、ここら辺がかぐやになります。すごいな、圧巻ですね、圧巻ですね、画面いっぱいかぐやほんまやね。この辺りが、はい、テルノトラさんと言ってるやつなんですけど、こんな感じでちょっとトラフって言いますか、しましまに見えなくはないじゃないですか、あれもね、はい、これね、はい、うん、確かに。でもそうでしょ、すごい。真夏はね、みんなサンシャインみんな黄色っぽくなっちゃうんで、見分けがちょっとあまりつかないかもしれないんですけど、こうやってちょっと落ち着いてくると、はい、基本このなんていうんですかね、このグリーンの部分が、はい、早くこう出てくるっていうかな、一般的なサンシャインは全体的にグリーンがかかってきて、はい、冬の間に緑に徐々に戻ってくるんですけど、これの場合は黄色が完全に消えてしまうんではなくて、はい、黄色ベースみたいなやつから少しずつ、なんていうんですかね、緑がこう残るっていうんですかね、トラ柄に見えるから、まあ、トラさんっていう感じですか。そうですね、これもね、仮の名前でサンシャインっていう品種を今お出ししてるじゃないですか、はい、シャングリラの黄色ですね、はい、でそのシャングリラの黄色がサンシャインなんで、でトラフのサンシャインでトラさんって呼んでたんですよ。トラフのサンシャイン、あ、でトラさんって言って、実際はサンシャインから作ったじゃなくて、はい、まあ元は一緒なんですけど、シャングリラからこっちへ変異してて、サンシャインを経てサンシャインからこれになったわけではないんですよ。あ、うん、シャングリラがあってサンシャインもできたし、このシャングリラからトラさんもできて、兄弟ね、うん、親子ではなくてね、サンシャイン、うん、
あのトラさんじゃなかった、ね、私もあのトラさんやと思ってた。もうあのね、あのかっこいい名前もいいんだけど、もうこれだけ品種もできたし、はい、あ、いいかな、面白いの。あ、そうですね、すごい。なるほど。そんなとこでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、すごいな、濃厚ですね。うん、